こんにちは、ソニーショップテックスタッフの店員佐藤です。本日発売になったと、本日発表になった、新型のワイヤレスノイズキャンセリングヘッドセット WF1000XM5 の、紹介をしたいと思います。今回のですね WF1000XM5 はですね2017年発売の WF1000X シリーズから数えて4世代目、1000X Mark II がちょっと飛んでいて、 1000X Mark III Mark IV Mark V と、4世代目のモデルが発表になりました。なぜ2が飛んでるのかちょっとわからないんですけども、 Mark I からノーマルモデルですね、Mark III まで、進化がものすごく大きかったので、あの一つ番号が飛んだのかなというイメージで私はおります。私も全部買ってきています。初代の時から XM3 も買ったし、 XM4 も買ったし、何を買ったかな、最初の 1000X の時は、ブラック買って、3の時もブラック買ったのかな、で4の時はプラチナシルバーにして、今回もですねプラチナシルバーを先ほど注文させていただきました。使用機をちょっとここにお借りしていて、ここに実物あるんですけども、もう聞いてみると一聴するだけでもう惚れ惚れするような音質でですね、もう最初からもうこれ聞いた時から、あ、これ絶対もう自分で買おうとかっていうふうに思って待っていましたので、今日やっとオーダーができたような感じです。一番の特徴はやっぱドライバーユニット 8.4 ミリのものを搭載していること、それと、統合プロセッサー V2、それと、ノイズキャンセリングプロセッサーに関しても新世代のものも搭載して、デュアルプロセッサーになっていると、なんかアルファの紹介してるみたいですけども、これらの 変化があってですね、音質それとノイズキャンセリング効果がすごく高まってるかなと思います。特に、外音取り込み機能、これはですね、リンクパッドレスで、私の個人的な感想ですけども、ソニーのイヤホン史上最強の外音取り込みができてるかなというふうに思っていて、それと今回の 1000XM5、 これもですねほぼ同等ぐらいの、外音取り込み性能になっているようなので、それも安心してちょっと買い替える、ポイントの一つだったかなと思います。さて、証言表に関してはもうほとんど皆さんプレスリリースとかもバラになっていて、大体ご存知になってらっしゃるとは思うので、ここでちょっと外観の方から紹介していくと、まあ、プラチナシルバーとブラックの2色展開に今回はなっています。で、ティーザー広告でですね、あのスッという白い線が出ているところ、あれどこなのかなというふうにですね、実機が来た時にいろいろ角度を見て探してたんですけども、店員をねちょっとですね、ここじゃないですかねということで、見つけたのはこちら、イヤホンケースにあのブラックの方を入れて、でこれは左のハウジングですかね、それの、なんて言うんだろう、天面とボディサイドの、境目、ここのところに、光を当てるとこのような形でラインが出てくるので、ここを、クローズアップしたものになってるのかなと思います。ティザー広告毎回、イヤホンに限らずですね、いろんな趣向を凝らしたもので、楽しませてくれますけども、今回もすごい楽しませる演出だったかなと思います。ここですね、ここ。さて、ここね、ちょっと今箱ないんですけども、製品の、箱も届いてますので、こんなようなパッケージで、届いてきます。全部オール紙製のものですね。中もプラスチックフリーで、すべて紙でできています。タイムライン見てると、まだお客様でですね、安っぽくなったな、こういったところも手抜きかとかっていうふうにおっしゃってる方とかをお見かけすることがあるんですけども、この紙製パッケージにすることの方がコストはかなりかかっているようで、今回もですねオール紙製で、全部プラスチックを使ってるところはないですね。USB ケーブルなんかも束ねるビニールももう今ついてなくて、これもくるっと丸めて箱の中にうまく入れてくれています。毎回こういうプラスチックフリーの紙パッケージですけども、いろんな商品私ども開けさせてもらっていますが、その度にですね、今回どうやってまとめてあるのかなとかっていうのはすごく楽しみにしている部分でもあります。使われているユーザーさんもその辺を理解してですね、こうやってパッケージを見ていただけるとより楽しめるかなというふうに思います。それと、今までですね青い保証書が
ついていて、それと別に取扱説明書という形でしたけども、今回から取扱説明書とですね、保証書が一体になっています。ラジオ製品とかだとこういったものが多いのですが、これが紛失防止、落下防止のための処置というふうに我々販売店の方にはご挨拶が来ています、案内が来ています。さてこちらが、内蔵付属品ですね。イヤーピースがですね、新開発 の、 新スタイルのものになっていて、でサイズがですね SS サイズを加えて SSS サイズで、 M サイズは最初からついてて、それと L サイズと4サイズが今回から同梱されるようになっています。こちらのやつはですね、左が 1000XM5、 右が 1000XM4 になるんですけども、イヤーピースそれぞれ見てみるとですね、ちょっと仕様が変わっていますね。何やら天面にですねメッシュ状の、網がついていたり、それとこの辺って写真で見るとちょっと質感がちょっと変わって見えています。これは、拡大したところで、左から 1000XM5、 真ん中は 1000XM4、 そして一番右はですねこれリンクバッズ S の、ハイブリッドイヤーピース、シリコンのイヤーピースになります。リンクバッズ S は、装着感を重視しているのか、こうやって先がシャープにとんがっていて、で、WF1000X シリーズは、遮音性を高めるため、密着性を高めるために先端をシャープにしないで、このように、円筒形になっているというような違いがあります。でこうやって写真で見る限りですね、なんか 1000XM4 の方は表面になんかコーティングしてあるような格好に見えます。1000XM5 の方はそういうのがなくて、素材感そのまんまという感じなんですけども、この辺すいません、販売店には詳しい資料が来ていなくてわからないんですけども、確かに 1000XM4 今ですね、このチップを触ってみると切れ目に弱いというか、硬化してこのようになってるのかもわかんないんですけど、爪とかでプチってこういうふうになんか割れ目を入れてしまうとですね、その割れ目がどんどん裂けていっちゃうような感じで、耐久性があんましよろしくないかなと。人によってなんですが、2の方に言わせると、このイヤーピースは3ヶ月ぐらいしか持たないんじゃないかなっていうふうにおっしゃってる方がいらして、それでどんどん交換して使っていくものなんだよというふうにおっしゃる方もいらっしゃいましたが、今回も、素材としては同じものを使ってるんですけども、見ると表面加工はちょっと違うので、どのようになるのかなというところです。これちょっと経年劣化でこういうふうになってるのかは、ちょっと私どものものでも判断つかないので、使ってみてからちょっとこれは、レポートしていきたいなと思います。で、裏返しにしてみるとこの違いがよくわかりますね。スカートの先端部分の肉厚がだいぶ薄くなっていて、これで、装着感をちょっと高めるようなことをしていると。付け比べてみるとですね、外にって出ようとする 1000X4 に、マーク4に対して、1000X マーク5のこのイヤーピースは、そのまましっとり収まってくれるようなイメージです。で、我々の資料によるとですね、この新型のイヤーピース、単体発売もあって、で、これは 1000XM5 専用ではなく、どの、ソニーの、イヤホンでも使えますよというふうに案内されています。で、1000XM4 のイヤーピースに関してはもうすでに生産終了になって、販売も終わってますので、今から 1000XM4 のイヤーピースちょっと交換したいなっていうときは、今度の新型の新しい、ノイズアイソレーションイヤーピースの方を買い求めいただくと良いかと思います。で、これがサイズの違いですね。見ての通り、こう、天面のところにメッシュが入っているのが分かりになるかと思います。これはですね、本体の、温度管の方に、耳のほこり、耳垢とかが入り込まないように、ガードをしてくれるためのものだそうで、これで手入れがより楽になるかなというふうなことになっているそうです。昔水中用のイヤーピースで、膜がここについていて、イヤホンの内部に水分が入られないようにっていう措置をしているものがあったんですが、あれだと音質が変わってしまうんですけども、このイヤーピース使い比べてみると特に音質の変化はないかなというふうに思います。本体の方の紹介に入っていきたいと思います。本体ブラック と、プラチナシルバーの2色展開になっています。従来はですね前面が艶消しボディだったんですけども、今回は、光沢感のあるハウジングのサイド部分と、で天面のところタッチセンサーが入っているところが艶消しになったツートになっています。こちらが、プラチナシルバーの方ですね。
こちらも同様にボディサイドの方があのピカピカな光沢仕上げになっていて、で、天面のところが艶消し仕様になっています。で、これが、サイズのケースのサイズの違いですね。CX マーク5からになって4から比べると随分小さくなっているようなイメージですね。初見表ちょっと見比べてみるとこのような形で違ってきます。1000XM4 私も使ってたんですけども、なんだろう、外音取り込みがやっぱリンクバッズ S の方がちょっと優れてたっていうのが一番大きいんですけども、それと同時に、サイズの小ささですね。これもかなり気に入って私は乗り換えています。1年余り使った 1000XM4 からリンクバッズ S に移って、まあ、しばらく併用して使ったりしてたんですけども、やはりあの音質は 1000XM4 の方が上で、なんて言うんだろうな、音に密度があるというか、あのぎっしりした音が聞こえるような気がする、そんな、ここぞという時には Mark4 を使ってたんですけども、普段の通勤の時に使ってる動画を見たりとかっていうあの気軽な使い方の時はリンクバッズ S を使ったりという使い方をしていましたが、1000XM5 はですね、装着感ほとんどリンクパッド S と変わらない、軽量サイズで、それでいて音質は 1000XM4 を超えてくるようなモデルになっています。音質はもうかなり惚れ込んでしまいました。イヤーピース、ハウジングのサイズはこのぐらいの大きさになります。こうやって写真で見るとリンクパッド S と Mark5、ほとんど同じ大きさに見えるんですけども、若干リンクパッド S の方がまだ小さいかなというサイズです。これ正面から見てるところで、上から、見るとこんなようなサイズの違いになってきます。ボディの厚みはやっぱ 1000XM5 の方がちょっと大きいですね。1000XM4 から比べるとリンクバッズ S が、40% ぐらい、40% サイズをダウンさせた。で 1000XM5 の方は 25% ダウンということだったので15%ぐらいの違いがあるのかな。これは、ダミーヘッドの方にですね、装着したところの写真です。まあ、耳からはみ出る部分というか、よいしょ。やっぱこうやって装着した時にですね、耳の外に出ることは出るんですけども、その出方が随分こうやって写真で見た通りのサイズで違ってきます。ボディがちょっと外側の方に振られてるのがやっぱ 1000XM4 で、こうなるとボディバランスの関係があって、やっぱ取れやすいというか抜けやすくなっちゃうんですね。まあイヤーピースがかなりがっつり食い込むようなパターンなので、それも持ってたんですけども、 1000XM5 の場合はバランスよく内側の方に、バランス重きを置いてくれる、重心を持ってきてくれてるので、より、外れにくくなってるんじゃないかなと思います。これは、写真左が Mark5、 写真右が Mark4 です。こうやって見比べてみると、接点の部分がマーク4の方は3点あって、それと、イヤーピースの方にも、イヤーピースじゃないや、ハウジングの方にもですね、赤外線センサーというか、装着を見るための黒い穴みたいなのがあるんですが、それが、ケースの方にもあって、これで脱着を判断したのかもしれないんですが、そういったセンサーが、マーク5の方はなくなっていますね。こうやってケースとか、ダウンサイジングと軽量化をしているのかもしれませんね。こちらは、プラチナホワイトの方のケースと、イヤーピースになるんです。イヤーピースじゃない、ハウジングになるんですけども、ヘッドホンになるんですが、これちょっとですね、外し方にコツがいります。このまま持とうとすると、実はちょっと持ちづらくてですね、つまみにくいというか、ボディが小さく、結構中に入っちゃってるので、で、マグネットでこれ、装着されるような感じなので、結構、カチッて中に入っちゃってるんですよね。これ取り出すときに、つまもうとすると結構、つまみにくくて、あ、取り出しにくいなーとかっていうふうに思うかもしれないんですが、こうやって、はめてですね、よいしょ。はめて、で、ここをですね、親指でこっちに押し出すような形で持つと、うまくこうやって取れるので、持ちやすくなるんじゃないかなと思います。ちょっと近くでやってみましょうか。こんな感じ。こんな感じ。というようなコツがちょっとあります。よいしょ。そして、サイズなんですが、よいしょ。
まあなんせ、すごく小さくて、でリングバッド S の方とほぼ同サイズぐらいに見えるというか、ここの厚みの部分はなんかリングバッド S の方が若干あるので高さもありますね。長さはちょっとマーク5の方があるんですけども、なので見た感じリンクバッツですと同じぐらいのケースサイズなのかなというふうな感じになります。開いたところでは、やっぱ幅がちょっとリンクバッツ S の方が小さい、狭まるかなというところですけども、ほとんど同じようなサイズ感イメージですね。で、イヤホンのハウジング見ても、実際にはリンクバッツ S の方が若干小さいんですけども、ほぼ同じぐらいのイメージで使えるんじゃないかなと思います。これで 1000XM4 以上の音質で聞けるというのはとても魅力で、もう即買いしてしまうような要因のになるんですけども、風切り音、これも 1000XM4 から、比べると進化しているんですが、リンクパッド S の時にもこれがやってて、ここのメッシュのですね、金網みたいになっているところ、これのおかげで、風切り音を随分低減してくれてるような作りになってます。全くないわけではないんですけども、多少の風があってもゴー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 っていう音が しにくくなったなという感じはリンクバッド S の時に感じていました。で、今回の 1000X マーク5も同様にここにメッシュが入ってるんですけども、今度、こうやってパンチしたかのような感じで、穴が開いてるようになってますね。これは、ソニーアルファの SEL90M28G というマクロレンズで撮っているところです。でこれも、こうやって裏側を見てみるとですね、接点がリンクバッド S も3点あったものがこれが、マーク5になって2点になり、やっぱこれ装着するためのセンサーっていうのがついてるんですけども、これも、随分小さくなっていて、こういったものの、なんて言うんでしょうね、積み重ねでボディサイズを小さくしたのかなというふうな気がします。こちらはですね、エクスペリアの1マーク4、それとエクスペリア、5マーク4と、並べて撮っているところなんですけども、まあ、何を言わんとしているかといったら、これは LE オーディオに、対応しているモデルになるので、現在エクスペリアでいくとエクスペリア1マーク4、5マーク4、それと新発売のこちらのエクスペリア、1マーク5ですね。こちらの、3機種が現在 LE オーディオに対したソニーの SIM フリースマートフォンになりますけども、これらと、LE オーディオで接続することができます。あいに今回の使用機にはですね、まだ、カードへ のご提供はいただいたんですけども、貸し出しはあったんですけども、ソフトウェア、ヘッドホンコネクトの方が、まだ対応したものがなくてですね、実はそうやって LE オーディオに切り替えたり、それとかイコライザーをいじったりすると、あとノイズキャンセリングの機器を調整したりという項目はまだ我々は実は試せていません。なので LE オーディオは今回もちょっと試すことができずにいるんですけども、今のところまあ低遅延というのが最大の武器になるかと思います。本当は LE オーディオは、マルチ接続、親側のマルチ接続ですね、に対応しているので、例えば Xperia、1マーク5が1台あって、そして LE オーディオの機器がこうやって3台あっても、3つのイヤホンで同時に同じ音楽を聴いたりすることができるという、メリットもあるはずなんですけども、まだ、それはちょっと今回は試せておりません。すると、1マーク5とですね、こうやって使うと、LE オーディオで利用できるだけではなくてですね、両方ともワイヤレス、充電にこれ対応している製品になりますので、1マーク5側の、お裾分け充電、これに、対応するようになります。Xperia 1マーク5の方でワイヤレス充電をオンにしておいて、その状態でこうやってイヤホンをですね、乗っけてあげれば、これだけで、イヤホン側の充電ができるようになる、そんな使い方ができるので、この7月に発売になった Xperia 1 Mark 5ですけども、こちらとの、コラボレーションというか、セットで使うとより便利に使えるんじゃないかなというふうに思います。さて、今回はですね、飛行機の中でもこちらの、WF-1000X Mark 5を試してきました。とても勉強になりましたというか、
あの威力の差がよく分かりました。というのもですね、行きの飛行機がですね、私あのエンジンの後ろの方の席、20列目の席だったので、あの翼の後ろの席だったんですね。そっちで聞くとやっぱりエンジン音がものすごく派手に聞こえるというか伝わってくる。で、帰りは席前の2列目だったので、そっちだとエンジンが全然前なので、そっちの方ではもうほとんどエンジンの音は聞こえなくて、風切り音だけだったんですね。あ、こんなに飛行機の前後ってこれだけで音随分変わるんだなというふうに分かりました。すると、聞いてみるとですね、あの聞き比べてみるとエンジンの後ろの席であのこれ使うとより分かりやすいというか、今回は 10XM5 の他に 10XM4 とあとリンクバッズ S、 この、3つを持っていっています。この3つで、ノイズキャンセリングの機器をですね比べてきたんですけども、まあ、この3段階でちゃんと差が出るような感じでした。普段あの電車の中で使っている分にはさほど、差を感じないといったらあれなんですけども、ぶっちゃけあの 20% の、 あのノイズキャンセリングの効果のアップがありますというふうに言われても、そうなのかなというふうにちょっと半信半疑になってしまうんですけども、あの飛行機のエンジン後部の席でこれを試すとですね、如実に分かるというか、もうリンクバッズ S と 10XM4 もそんなにノイズキャンセリングの性能変わらないんじゃないのとかって思ってたんですが、大きく違ってました。あの使ってるイヤーピースの、性能も違うんでしょうけども、もうなんて言うんでしょうね、リンクバッズ S だとやっぱ音がもう漏れて入ってきてるっていうのがすごく分かって、それを 10XM4 っていうのはあの漏れてこさせないで、入ってこさせないようにしてノイズキャンセリングをちゃんとしているイメージで、さらに 10XM5 はですね 20% 分以上に感じるんですけども、あの全体的にあのノイズの聞こえ方があのスッと減っていくというか、あ、まさしくこれは世界最高のノイズキャンセリング性能だなというのを味わうことができます。こうやって3つのイヤホンをあのちょっと小さいバッグに入れて、まあ、隠しながらこう持ってってたんですけどもね。で、聞いてみると音質の差も随分大きくてですね、8.4mm ドライバー、これの威力もかなりあると思います。というのも大きくですね言うと、あのドラムのアタック音とか、あとベースとかギターとかのやっぱりあのアタック音っていうか最初のピーンっていう音ですね、この音の立ち上がりが全然違っていて、正直ちょっとあのギターとベースとあの同じ弦楽器なので、あのつながって聞こえるような楽器に聞こえなくもないんですけども、こちらの 10XM5 で聞くとですね、あのそこがもうまるっきり別の楽器なんだなって認識できるような違いが出てくるというか、すごいリアリティのある音になります。こんなにも 8.4mm のドライバーの威力、まあそれだけじゃないんでしょうけども、あのプロセッサーとかも違いますからね、かなり大きく違って聞こえるように思います。あ、これが、席前の方だった時ですね。帰りが、ここの席だったんですけど、こっちはもうほとんど、なんだろう、低域の音があんましないので、あの高音の風切り音だけしか聞こえない。まあそれでもあのノイズキャンセリングっていうのは随分、効果があってですね、なんて言うんだろうな、あの映画エベレストユニバーサル映画のあれで、あの後半嵐のシーンがガーって続くんですけども、あのあるところで主人公の自宅のシーンに響きがあると、あの寝室で何の音もしないシーンがあって、あ、ホッとする瞬間があるんですけど、あんな感じですね。あの嵐の中にいるところからすっと無音のところに入れるというところで、というと、もうこれはもうオーバーヘッドの WH-10XM5、 あれに匹敵するような効果があるのかもしれないですね。映画ソフトとかも試してきましたけども、こちらの方も映画もあの音楽以上にあのダイナミックレンジが広いというか、シーンによってあの音のサイズが全然違うので、こうやって飛行機の中でですね、あのプライベート空間みたいな形で音楽だけではなくて映画も楽しめるかなと思います。特にあのエクスペリア1マーク5にはですね、
リアルタイム HDR ドライブという機能がついていて、より HDR 映像をですね、見やすくしてくれる機能がついています。これ と、WF1000X Mark V の音を組み合わせるとですね、ほとんどもうブラビアシアターを見てるかのような、まあ、サイズはちょっと違いますけどもね、感覚になれるんじゃないかなと思います。この組み合わせで持ち歩くのちょっと楽しいですね。あとは、外音取り込み機能、こちらの方も、随分、効果が上がっていて、なんだろう、駅のホームとかで外音取り込み機能を使って外の音を聞いていったときに、パッとイヤホンを外しても全く同じ音が聞こえるというようなイメージです。ただ、得意不得意な音というのもあってですね、いろいろあちこちでちょっと場所を変えて試してたんですけども、バイオ Z これの、ファンの音はですね結構拾いやすくて、外音取り込み機能にするとバイオ Z のファンの音だけ結構盛大に聞こえてくるんです。バイオ Z はご存知かもしれませんけども、ファンをですね、等間隔のものにしてなくて、不等間隔にして、音をばらけさせるという、特定の周波数の音がしないようにするっていう工夫をしているファンを搭載していると思うんですけども、これの音がですね、妙に、入ってきやすいので、なんかこれが取り込みやすい周波数なんだろうな、もしかしたらそれが人の声に近い周波数なのかなとかって思いながら試して使っていました。それでもノイズキャンセリングにする、オンにすると、その音も全部ドバッと消えていくので、これはなかなか気持ちいいなと思います。それと、これもですね、専用のアプリがちょっとないので試せないんですけども、マルチポイント接続ができます。Windows と、私なんか Windows と、Android スマートフォン、これを使っているので、シームレスに2つとも使えるんですが、iPhone、これでも、ソニーの WF1000X Mark V は、マルチ接続が可能です。iPod かなは、AirPods か。AirPods は、MacOS と iPhone との接続であればシームレスに使えるんですけども、そこに Windows が来るとですね、自動の切り替えとかっていうのはもうできなくなるそうです。ただ、W1000XM5 の方は、OS を選ばずにシームレス接続ができるようになっています。私もこの機能は使っていますが、自宅で PC とスマートフォンにつなげておいて、そのまま持ち出して通勤でスマートフォンで使う。で、会社に着くと今度は会社に置いてあるバイオ Z と、すぐシームレスにつながるという使い方ができるんですが、それが iPhone ででも利用できるんだと思います。ちょっとこれもアプリがまだ対応しているものがないので、実際にここでは試していないんですけども、そういう使い方ができるというふうに聞いています。あとはですね、これ。ワイヤレス充電。先代の 1000X Mark IV でですね、ワイヤレスチャージをシリコンケースに入れてやると、熱を持ってしまって、それで、バッテリーを傷めてしまうというような話があって、で今回のモデルは大丈夫なのかなというふうに思ってですね、ワイヤレスチャージの機械とするとこちらに温度測定器をです、ね、持ってきて、チャージして試そうと思ってたんですけども、一回これ放電させないといけなくて、この放電が全然終わらないんですよ。もう3日前から放電させてもう空になってるだろうって、ケースに出た状態でパッと開いてこういうふうにやるとまだバッテリーが入っててですね、あ、チャージされちゃってるっていうのを繰り返していて、もう、3日目になるんですけどまだ空にできなくてテストができずにいます。これもさすがに明日にだったらテストができると思うので、これから試してみようかなというふうに思います。まあさすがにあれだけ大きな対策をしてるので大丈夫だとは思うんですけども、ね、もう今は、1000X Mark IV の時にもやってましたけども、熱を持つと充電を止めてしまうっていうことをやってるので、おそらくそれもMark V の方でやってるんじゃないかなというふうに思います。心配は私はしておりません。さあ、それとソニーストアの方で今度ヘッドホンケアプランワイドというのが始まります。従来は、ソニー製品他のものと一緒で、ワイド保証という括りで、ソニーのワイヤレスイヤホンも扱っていたんですけども、今回の WF1000X Mark V から、
ヘッドホンに関してはケアプランワイド、それとケアプランベーシックというこの2種類の、サービスの方に移っていきます。内容をちょっとこうやって見てみます。ヘッドホンケアプランワイドというのは年額で3300円かかるサービスになります。継続期間1年更新、1年経つと自動更新でまた、ね、3300円払って、保証を続けるという形になります。で従来の3年ベーシックに相当するヘッドホンケアプランベーシックというのは無償でソニーストアで負担で、入っていて、継続期間3年で3年経つと終了になります。なのでヘッドホンケアプランベーシックというのはあの3年ベーシックと何ら内容としては、違いがないかなと思います。メーカー保証期間内を1年のところを3年に伸ばすものなので、メーカー保証範囲内の故障であれば期間中何回でも無償で修理できるというのも変わっておりません。ヘッドホンケアプランワイドというのが、3年ワイドに、相当するものになるんですけども、これとは別にですね、紛失安心あのサービスというのがあったと思うんですけども、あれが、ヘッドケアプランワイドに内包されたというようなスタイルになります。で、紛失安心サービスの方がですね、1年の契約で1100円、2年で1650円だったのかな。それが、今回ヘッドホンケアプランワイドになって、年額3300円になるので、実質値上がりになってしまうような形。3年ワイドの無料クーポンをマイソニー ID 会員さんはお持ちなので、あのその方からすると値上がりするような形になってしまうんですけども、それで紛失安心サービスが、ついてくるというイメージで使うような形になるかと思います。で保証範囲なんですけども、メーカー保証範囲内であれば何回でも無償で修理できるのは一緒なんですが、破損とか水没とかの事故での保証の場合に1回目は無償で修理ができるんですが、2回目の場合は修理費の 50% 負担というのが入ります。で、1年以内であればっていうカウントでいくので、最初の、年払いで入ってますけども、翌年になってまた年額3300円払って延長すると、リセットになって1回目無償、2回目1回以降は 50% っていう形のもう1回新しいカウントがスタートする。そして、加わるのがこの紛失、保証になって1年に1回利用可能で、面積金額が設定されているんですけども、これは機種ごとによって値段が違っています。これが、実際の支払いの時のイメージですね。片方のヘッドホンを紛失した場合、ここに書いてあるお値段は WF1000XM4 のお値段になるんですけども、保険未加入時だと 18,000 円でヘッドホンの片方をですね、なくしたときに、18,000 円で、もう一回、イヤホンを加えてもらうということをやっていたんですが、ケープランワイドに入っていると、5,500 円でこれを手当てしてくれると。ただ、2回目以降は 18,000 になりますよというものになります。で、水没による、破損、もしくは、落っことして踏んづけちゃったと。で割れちゃったとかっていう時の故障修理に関しては、17,000円の、修理代が、保険未加入の場合かかるんですけども、これがケアプランワイドだと無料で、2回目以降でも、半額の負担になるので、約8500円相当のお値段になるんじゃないかなというふうなことになります。今のところ、ソニーあのし先に SIM フリースマートフォン Xperia の方でこういったケアプランサービスっていうのがスタートしていて、そちらで見てるとですね、スマートフォンの場合は6割から7割ぐらいの方がこちらのケアプランの方に入ってらっしゃるので、今回もそれに近いぐらい の確率で入られるんじゃないかなというふうに私は予想しています。さあ、それとあとソニーストアで購入する際のちょっと注意点なんですけども、今、9月27日までラッキー抽選会というのをやっています。これはですね、 LINE とか使わずにマイソニー ID でホームページ上で抽選をするもので、面倒なのはですね、これ抽選したらその場で当たるって使えるようになるんじゃなくて、抽選した翌日以降使えるクーポンになっているというところなんです。うちのお店にですね、お買い物しに来てくださって、それで、このラッキー抽選会を知らないで来られてしまうと、せっかくのお買い物券が使えずに終わってしまうケースが多いんですが、これ先に
とにかくスタートしたらすぐにもう抽選しておけば、あのすぐにクーポンつきますので、翌日にはあのそういうふうにしておくと安心かなと思います。この YouTube 見た人はもうすぐに今ソニーストアさんに行ってですね、ラッキー抽選会引いてみてください。で WF1000XM5 を購入するんだったら、これの後に購入すると、大ラッキー賞当たってれば、2000分のお買い物券を使った上で購入することができます。さて、ここでですね、早速あのオーダーの第一報が入ってきたので、天陽ネッチから、もらった情報で見てるとですね、どんなオーダーに WF1000XM5 になってるのかちょっとお知らせすることができるので、紹介したいと思います。まず、WF1000XM4 第一報ですね、これはですね、10時の発表から1時間ぐらいでオーダーされた方のだけのデータになるんですけども、カラー選択 84% の方がブラックを選んでらっしゃるそうです。プラチナシルバー、僕私買ったのはプラチナシルバーなんですけど 16% 少数派です。とは言ってもこれ、最初に買ってる人たちっていうのはもう最初からもう買うつもりギンギン満々で待ってた方たちなので、ちょっとあのオーダーの内容がですね、一般的とはちょっとずれてる可能性もあります。どんな形になるか、これからオーダーの数が増えてくる と、もうちょっと平準化されてくると思うんですけど、ちょっと偏ってる数字になるかもしれません。で先ほどの、ヘッドホンケアプランですね、こちら、初年度 50% クーポンというのが出てて、1650円で、入れます。3300円のところ1650円で、聞いた話によると来年以降というか次のおそらく定期クーポンが発行されるときに、これの割引クーポンがあのマイソニーで、あのソニーストアでの購入金額によって、何かしら手当がつくみたいなのをつくことを予定しているというふうに聞いていますので、これからあの最初だけが1650円じゃなくて、今後も割引サービスっていうのはこれについてはついてくるんじゃないかなというふうに予想されます。そういったサービスで、今のところ最初の1時間の時点で 44% の加入率になっています。ちょっと若干低いかなと思うんですけど、これからあのサービスの内容があの浸透するにつれこれ増えてくるんじゃないかなというふうに思います。それと、今回の新型のイヤーピースですね、こちら、ホームページ上で一緒に、予備を同時購入することができます。最初から、4タイプが入ってるんですけども、自分の使うタイプのものをあの最初からちょっとあの予備でつけておきたいな、もしくは他のイヤホンに使いたいなという方は一緒にオーダーされてるんだと思いますけど、これ割とあのオーダー多めだなというふうに思います。最初は予備必要ないんですけども、S サイズ M サイズが人気があるみたいですね。 SS サイズはそうでもなさそうですね、というような状況に現在のところなっています。オーダーいただいて皆様ありがとうございました。当店ではですね、8月8日までサマーフェアを店頭にて開催しております。8月8日まで、今年は普段は7月31日で終わってしまうんですけど、今回はちょっと長めに8月8日まで、店頭購入特典付きで WF1000XM5 のご注文をいただくことができます。今もうサマーフェアのですねガラガラ抽選が、もう全部出切ってしまったので終わってしまったんですが、8月1日になるともう一回復活します。賞の数ちょっと少ないんですけども、もう一回8月1日以降、スタートしますので、もし、よろしければ8月1日以降に来ていただくと、店頭購入特典プラス、ガラガラ抽選も楽しめる、買い物ができるんじゃないかなと思います。 WF1000XM5 ぜひご検討になってみてください。よろしくお願いします。